き飛ばせお前、やっちまえベロニカ。よし、オッケー。いや、オッケー、余裕でした主人公のあの最初の誘う踊りがドキッとしたけど、まあでもこんなもんでしょう。うん、8手以内、8手じゃない？レシピブックね。うん、悪くないぞ。竜の道着。よし。いやでもこれ結構ギリギリで進んでる感じするな。次いけるかな3。これどの段階であのクエストのやつが登場するんだろう。次15手か、なかなかだな。いやこれ闇の剣王ランタンカーニブ、いやこれどういう感じなのかわかんないんだよな。多分進むにつれて敵は強くなっていくと思うから、ここら辺はやっぱベロニカじゃねえとダメだと思うんだよね。単体なのかグループなのか教えてほしいんだけどな。殺戮の兵器改良校って穏やかじゃないね。どうするかな。いや、セーニャとか火力出ないからな。ローもな、グランドクラスはあるけど。いやいや、ここら辺はマルティナかイオリを設置しないときついよな。セーニャとか置いたところでっていう。先発マルティナ行くか。保有者。いや、ここもグレイクとさ、もうシルビアしかないよな。俺で行くか。もう全然わかんない。これが正解か、正解かどうかわかんないもん。だってさ。ああ、こういう感じか。マルティナー全体攻撃がないのが痛いですね。3ターンかかるか、最低でも3ターンでいけるかな。敵も強くなってるでしょ。 OK、 いけるな、いけるな。 OK、 状態異常が怖いな。でもこれ状態異常が怖いけど仕方ないよな。一旦で落とせるのは落とせるな。あ、いや、うわぁ、これですよ。マジでマジで、勘弁してくれ。魅了か。うわぁ、ターンが座れる。あ、我に返った。遅えよ、マジで。落としきれよ、これ。うわ、一発じゃダメなんだ。あー、これはだいぶ手間取ったな。まあ、これで確実に落としてくれるでしょうけど、俺、うちの嫁がやらかしたかもしんねえ。次、旦那。頼むぞ。殺戮兵器、これが。うわー。グループじゃないんだよな。覇王山しかダメだな。オッケー。一匹は落とせたけど、いや、やっぱ全体攻撃の覇王山は強いよね。うわ、これ落ちないのがキラーマシン。全身全霊でいいだろう。よし、これで確実に落ちる。
わーマジでこれあれだ、ガードとか多分できない。覇王座、覇王座の方が確実だわ。マジか。うわしょうもなかったな今の。15手、いやもうこれダメじゃん。15手はダメじゃんどんだけやっても難しそうだけど、あーこれ危ね。命令させろで、いやグレイグも全体攻撃なくね、あったっけ。いやしかも向こうの方が素早い。いやこれ組み合わせがすごい重要ですね。あこれか、これが敵一体か。いやそうなんだよな。オノムソ敵グループ、うわー分離してるんだ。いやこれしくったな。しくったというかどのメンバーで臨んでも全体攻撃がないからきついよな。蒼天魔山で削るしかないか。ああ倒せるのは倒せるんだ。シルビアはねゴールドシャワーとか、うん、ローズ台風とか全体攻撃は一応あるんだよね。どれが効くんだろう。ゴールドシャワーかな。セレブな。ジャックポット。ジャックポット。うわそうでもねえな。うわこれで12でしょ。15以内は確実にダメだな。いやーこれは難しいですね。円形。これ大魔神斬りはだってあれだもんね、単体だもんね。いや一体だと火力は出るんだけどな。呪文でもなんもないもんな。バギマーしかないもん。派手に決めるわ。まあでも悪くないよねこの二人は。マルティナだな。マルティナで魅了されたのがいたが、うわー、大丈夫かなこれ。カミュさん、いやもう分身とかしてるあれ余裕ないもんねデュアルブレーカーでいいか。いや入るっちゃ入るな、二刀流だから。うん、あの弱々しい、うわー惜しいなこれ。マジでマルティナが魅了されなかったら15手以内はいけたな。先般はマルティナ、うちの嫁だわこれはね会心必中でいけるんちゃう？受けてみな。うん。いやーしくったなー、嫁だなー。嫁がやらかしましたねそうですよね、嫁ですよねうん、これはさやっぱ15手以内にクリアしないと次には進めないんでしょ。ああできるようになるんだ、いけるんだ。へえ、あ全然いけるんや。そっか、いやなんかてっきり15手以内最小のやつでクリアしないと次に進めないのかなって思ってたから、
お尻叩き棒ですって。なんですって。素敵な。これじゃあ行ってみるか。スライムの八方塞がり。いやー、ここはもうベロちゃんで。激横ヒーローズ。汚いヒーローアカデミアだな。ここは、そうか。でも、手数、とりあえずクリアすればいいのは分かったので、まあ、とはいえできるだけね、少ない手数がいいんだけど、ここちょっとシルビアに頑張ってもらおう。シルビア、ローもいけるかな？メタル、メタルか。メタルはマルティナだな。でもこっちは勇者も置いときたいし、ここグレイグ行くか。ここがカミュで、セーニャ。いやー、まあ行ってみるか、これで。いやー、多いな。まあまあでも確実にね、攻撃していけば大丈夫でしょう。そんな向こうの攻撃自体は強くないので。おい、ここはやっぱこれがいいね。全体攻撃である程度のダメージあった。あ、落ちないんだ。見とれている。結構、うわぁ、状態異常あんのか。マジか。これは良くないですね。シルビーをじゃあ、状態異常直しましょうか。シルビア。こちらは。いけない。いや。回復は結構これは強くなってるな、向こうも。良くないですね。さあ、食らうがよい。いや、こっち回復してる余裕もないしな。うわ、強っ。うわうわうわ、こう、ああ、回復もやってる。回復はこっちの1000倍特許のはずなんですが。ゴールドシャワーで。落としきれ。いやー、残ってんな結構。ローが危ねえ、ローが危ねえ。ローがマジで危ねえ。ローだけでいけるか。いや、まずは負けないことだ。これが強いな。いやー、そうだよな、回復が厄介だけども。いや、キングスライム強っ。うわあ、逆にお前一人か。ジャスト、あ、これでいけるわ。私の正義道。よーし。結構、なんて。やべえぞ。ま、クリアさえできれば、ね、いいことは分かったので。頑張ろう、みんな。大丈夫だから。いや、ざ、ま、ま、だ、ま、嘘でしょ。おいおいおい、ま、無理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 。ザキ、ニマ大使、あれザキ使ってるメタルハンド。よくないですよ。いや、マジでやばい。ちょっと。ザキはやべえな。グループなのが救いだけど、メタルって自己スパーク効くよね。ちょっとやってみ。やらかしたかもしんね。ちょっと待って、よくないな、これは。よくないですよ。いやー、メタル
いやこれもしかして間違えたか。買った。あ、これお祈りするしかない。オッケー、マヌーサはやばい。オッケー、強こいつら。メタルのなんかあったでしょ、ゾンビ系。あれあれれ、マルティナメタルのなんかなかった。ちょっとこれどれを選択したらいいかわかんない。ちょっと AI に任せるか。 AI は何で。あーこれはやばいかもしんねえな。ちょっ、負けまであるぞこれ。あーやっぱこの一発勝負のを狙っていくんだ。いやこいつザキとかマヌーサー当たったらやべえな。うわ姫野が当たんない。もうグレイグのこれ頼りだな。オッケー、ルカナンはいいぞ。ちょっと丸あ、おいこれ当ててみ姫。オッケー、これはでかいぞ。そしてグレイグ、いや勝った。鉄鉱山とか入れた方がいいのかな。でも AI がそれしない。あ、そんなヒットポイントはこいつ高くね。うわこれちょっとダメだな。ダメだわ全然。激横ヒーローズ、ここは分身するか。あーうわー、よくないな、よくないな、勇者。いや、高等呪文よくないな、よくないですね、これは。勇者。勇者、違うんだ。魔法カンタはいい、別に。あ、ディバインスペル。うわー、デバフをすごい使ってくるんだ、こいつら。うわ、混乱はやべえな。ヨロコボルト、オコボルト、メソコボルト、激オコボルト。激オコボルト。どうだ、カイム先輩。うわ落としきれねえんだこれでも。いやでもカイム先輩は頑張ってくれてるが、勇者が。うわカイム頼む。ダメだ、ダメ、それは一番ダメ。マジでマジでマジでザオリクとか。おい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 、これはもうほぼ事故のようなもんです。しかも全然ヒットポイント減ってね。いやダメだこれ、勇者。勇者の覇王山が、あ、これカミュー危ないぞ、これマジで。大丈夫か？ダメだぞ。え？助けは来ねえよ。何やってんだ。連携技、いやー、やられた。やられない、カミュー先輩。あ、これ落ちたか。うわー。これは良くないですね。混乱が。いや。これ打つ手なしか。まだ混乱が冷めてさえくれれば生きり立った。え、激横ボルトだけに喜ぼ、喜んでる。あ、我に返った。うわー今さらよお前バカ、マジで。いやでもこれまた混乱とか来たらもうやばいですよ。もうそれはいいわ。
ザオリク持ってたよ。うわ、まあ頼む。これはちょっとあれだな。あ、 MP 不足になった。 MP 無根じ、いやちょっと待った。いやこれはちょっと難しいですね。攻撃力が足りない感じがするなこれ。ごめんなさい、散歩さんやられちゃいました。もうちょっとなんかレベルがいる感じがするな。組み合わせかな。組み合わせでもねえ気がするよなあれは。うん、カミュの分身デュアルブレーカーで向こうのダメージが全然さ、こう入ってなかったというか、名前の色さえ変わってなかったから、組み合わせうんぬんじゃねえよな。レベルが足りねえんだ。どうするべ。はい、ということで、まあね、見事に連武刀魔行4の試練でボッコボコに、もう本当にボッコボコにされたんですけれども、これはちょっと難しいですね。まずね、レベルが足りてない感じがする。すごいする。そうだね、あのヒーローズたちをさ、カミュの分身デュアルブレーカーで倒しきれなかった。しかも向こうの名前の色が変わるまでもいかなかったっていうのがあるので、これはね難しい。レベルが足りてない。それプラスやっぱ組み合わせも重要かなとは思ったんですけれども、まあ組み合わせって言ってもね、相手がどういうね婦人かが最初のうちはわからないから、まあ今はさある程度手の内が知れたので、まあそれに対して、まあ、対策の立てようがあるんですけれども、まあでもレベルが足りないからな、多分これどういう組み合わせで言っても多分難しいよね。まああとはちょっと卑怯な手段にはなりますけれども、ローの子守歌戦法っていうのがあるよね。ネムネム大作戦。ユグノワの子守歌ネムネム大作戦ありますけれども、だから最初の段階でもうローをゾーン状態に入れた状態で臨むっていう。まあでも子守歌は寝かしたところで攻撃したら冷めちゃうからな、あんま意味ないよね。それよりかは、まあ、ゾーンに入れるならあれか、あれだ、セーニャとベロニカのあれなんて言ったっけ、クロスマダンテ、あれがあるよね。クロスマダンテを使う方がまだ有効打にはなり得るかな。まあトリマレベル上げか。レベル上げて臨むか。どうしようかな。ネルセンの最後の試練も残ってるけど、どっち先やった方がいいかな。こっちかネルセンか、ネルセンかこっちか。飛び越してニズゼルファか。まあニズゼルファは今多分行ってもボコボコにされるでしょうけど。まあちょっといろいろねもろもろ考えます、次回まで。はい、いやー惨敗でしたね。ということで、まあ、今回ねちょっと残念な結果にはなりましたが、ここまで見てくださって、ありがとうございました。またね次この続きからやっていくので、また見ていただければと思います。それではここまでご視聴いただきましてありがとうございました。お疲れ
サマディでした。バイバイ。